日向坂46の斉藤京子が、22日放送のテレビ朝日系、キョコロヒー、毎週月曜夜11時45分に出演。卒業発表の心境について明かした。斉藤京子、日向坂46卒業発表時の心境告白。11日に日向坂46卒業を発表した斉藤。その心境について斉藤は、アイドルを8年間続けて、初めて卒業を言ったタイミングだったんです、と口にすると、だから正直エゴサしまくってほぼ全員のコメントを見てたんです。だけどそれから少し経ったら、大ビッグニュースが流れてきましてね。少しでも私のことを覚えている人いたかなって、と発表後の SNS のトレンドは、近畿キッズの堂本剛と桃色クローバー Z の桃田加奈子の結婚についての話題ばかりだったという。さらに斉藤は、ヒコロヒーさんも、わざわざその結婚についてツイートしてて、と共に番組 MC を務めるお笑いタレントのヒコロヒーさえも、自身の日向坂46卒業より、結婚の方について投稿していたと明かした。斉藤京子、歌とお芝居を重点的に今後の活動について斉藤は、歌とお芝居を重点的にやっていきたいです、と語り始めると、卒業したから何か変わるってわけじゃなくて、ヒョンコイズ、斉藤のファンの総称、と今までできなかったご飯会とか、やっていきたいなって、と自分を応援してくれたファンとも、もっと交流していきたいと話した。また、ファンの人たちのことも絶対大切にしていきたいなって思ってて、卒業に関してあまり悲しい思いはしないでほしいなって思ってます、というコメントで締めくくった。バル、斉藤京子、ヒョコロヒーが終わる。さらに、斉藤の卒業発表のブログについてヒコロヒーから、なんか、あのブログ編だよね、たくさんのメンバーに囲まれて話しかけてくれて。右見ても左見てもみんなが私のことを見てくれていたんですね、ってとこ、と聞かれると斉藤は、ブログのことを突っ込まれるのは初めてですね、と首をかしげながら答えた。斉藤は、あれは、あんなに人に注目されることがなかったから。右見ても左見てもみんなが私のことを見てるから、嬉しかったからそれを書いたんですけど、それをいじられるんですね、と語ると、スタジオは笑いに包まれた。また、キョコロヒーが終わる可能性が出てきたことについて斉藤は、私が卒業するから、この番組終わるんじゃないかなと思って、大丈夫そうですか、とスタッフに確認を取った場面も、そして番組はこのまま続投していくと知り、いやーよかった、と嬉しそうな表情を見せた。